国鉄滝5200系貨車は1955年から製作されたメタノール専用の30トン石貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に車席を承継された。滝5200型は、 1955年3月16日から1968年2月29日に、かけて17ロット109両が、日本車両製造、日立製作所、飯野重工業、富士車両、新三菱重工業、富士重工業にて製作された。滝5263滝5264は、当初より欠番である。1979年10月より火星品。 分類番号、年31が表記された。規制なし動物機タンク車であり、二役方式はマンホールによる上入れ、都市管による下出し式である。落成時の所有者は日本ガス化学工業、住友化学工業、東洋高圧工業、日本石油輸送、三菱工業、日産化学工業、三菱商事、京和ガス化学工業、三井物産、日本陸運産業の10社である。 日本陸運産業所有の五両はすべてた形式である、多岐1500型からの改造による編入車である。都色は黒であり、全長は 13,700mm、全幅は 2,500mm、全高は 3,868mm、台車中心間距離は 9,600mm。 事業席は38.0立方メートル41.0立方メートル、自長は18.3トンから20.2トン、換算量数は、席車5.0、空車2.0、最高運転速度は時速75キロメートル、台車はベッテンドルフ式の TR41C である。また、一部の車両は台車を TR209 に振り替えたものも存在した。 1987年4月の国鉄分割民営化時には66両の車席が JR 貨物に継承され、2002年6月に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。1963年の6月から10月にかけて17両が、 改造された機3000型となった。1959年10月6日に、日立製作所にて一両が改造された木6900平、多木6910となった。その後1986年10月31日に廃車となった。ありがとうございます。